今日は娘がなんかすごいものを持って帰ってきたっていうので緊急 YouTube 撮りました。ちょっと待ってて、見てこれ、見てこれ、もほらすごくない？なんかこれをなんかパパん家に行ったら持って帰ってきたって言って、とりあえず開けます。何これ、あすごい、持って帰ってきた、くれた、ありがとう。なんか美味しそうなのいっぱいあるから紹介したいと思います。せっかくだから紹介します。まずこれ、お好みソース、焼きそば、おたふくお好みソースだって。お好みソースってあのお好みソースだよね、の焼きそばが1、2、2個ある。やった。あとなんかこれ、塩カルビ味が、あ、美味しそう。瀬戸内産、瀬戸内海のレモン、レモン味、レモン塩だって、美味しそう。これがこんなある。やった。あとは、あ、札幌一番。昔、札幌一番の CM やったことがあります。あ、これ、3つあった。昔、札幌一番の CM やったことがあるよ。札幌一番って言ってた気がする。味噌ラーメン、醤油味、味噌ラーメン、お、ごま味。なんかね、ごま、ごま、ご満足。ごまがいっぱいご満足っていう CM をやったことがある。で、札幌一番って言った。あとは、ここ映る？じゃあ、ここに入れよう。あとは、あ、塩とんかつラーメン。あとは、あ、まだあるよ。普通の塩ラーメン。あとは、あ、まだある、普通の塩ラーメンもう一個あった。あとね、あ、丸いのが、なんて書いてあるのこれ、経過だって。経過って書いてある、熊本麻油豚骨が1、2、3。あ、純連だ。純連は北海道、純連北海道まで食べに行ったことがある。が2個ある。あとは、ん、何これ、博多の鶏の水炊き風、博多のやつが3つ。これは嬉しい。あとはこれ、元祖ニュータンタンメン、これは川崎だって。川崎、これは川崎。そっか、いろんな都市のやつがあるんだね。3つ。あ、これは鹿児島、3つ。鹿児島豚しゃぶ、あ、鹿児島の豚しゃぶ大好き。これもある。やった、3人家族だから3つ分くれたんだ。これは三重伊勢海老汁だって。おいしそう。こんなにいっぱいくれた。お兄ありがとう。三洋食品さんもありがとう。30年ぶりにまた CM やりたいな。札幌一番。
家族みんなで食べるね。やった、鬼ありがとう、すごい嬉しい、やった。ぽこんな YouTube